始まりました。ただの秋のりのハエバルバンバン96回目。96回目もよろしくお願いします。96、苦労は勝手でもしなさい、ただし質のある苦労を。はい、96回目です。最近 FEC の定期ライブ、僕が所属しております演芸集団 FEC の定期ライブ、 FEC お笑い劇場がありまして、満員御礼、でした。ありがとうございます。久しぶりにね、満杯のお客さんいっぱいの中でライブやりまして、ネタもやって、いやー楽しかったですね。あんだけぎゅうぎゅういっぱいお客さんの中でね、で跳ねるとやっぱドッと湧くわけですよ。笑い声でドッとなる感じ、あれやっぱいいですね、ああいうのもね。そしてまたこの秋のり、今もう毎週火曜日ですねの朝、2時間半ぐらいか毎週ですね、社長の友次さんに朝練の稽古をつけてもらってますので、日々今ネタが成長してるわけです。秋のり、ただの秋のりのネタがもうこれまでやったものとは全く違う新しい秋のりになるべく、今毎週やってるので、まあその成果もありまして、今回の、劇場、お笑い劇場のネタはですね、もう反応が良くてね、で反応もいいですし、僕も感覚もなんとなくつかめてきたと。秋のりのネタってこういうことなんじゃないかっていう、大きな一歩を踏めた、ライブだったのかなっていう。でネタ終わった後ですね、まあ、これまでは淡々とやってるネタだったんですけど、感情を、そのネタに感情を込めてしっかり自分が思っていることをお客さんに伝えるという、もういい、もう順番とかどうでもいい、とりあえず思ってることを言うんだ、主張するんだっていうネタを今やってるんですけど、それもしっかり伝わりましてね、もうしっかりお客さん伝わって、もう反応もありましたし、受けました。はい、しっかり受けて、で、感情込めすぎてだいぶタイムオーバーしちゃいまして、みんな芸人3分っていう時間制限があるんですけど、僕3分42秒やってて、42秒オーバーしてるんです。こんなにオーバーしてるの僕ぐらいで、もちろん、減点もあるのでタイムオーバーすると、それで一応最下位でしたね。順位的には最下位だったんですけど、まあ受け具合というか、このテンションしっかりネタをやりきったっていう意味では、まあ、良かったのかな。でもタイムオーバーは本当にもう芸人としてはねダメですからね、しっかり守っていきたいなと思います。で今回、反応が違かったのが、もう終わった後の周りの芸人の評価というか、コメントがすごい嬉しくて、みんなからすぐ面白かった、秋のり面白かったよとか、めっちゃあれ良かったなとか、秋のり面白かったよって本当に10名以上に言われまして、もうすぐ出会い頭で言われるっていう。まあ芸人とか袖で見てますからね、他の芸人も舞台袖だったり後ろの方から見てる芸人もいまして、で面白かったよとか、でも何々さんとかもうめっちゃ笑ってたよ、爆笑してたよとかいうのを聞くと、ああちょっとなんかやっと自分のあるべき姿というか、こういう見せ方なんだ、秋のりってこういうネタをやった方がいいんだっていうのが見えてきて、いや嬉しかったですね。お客さんの反応も良くて、アンケートにも今日一番面白かった芸人は誰ですかっていうのに、ただの秋のりって書かれたりね、あと SNS でもめっちゃ面白かった、一番面白かったっていうのが、これがこれまでなかった点ですね。いやー、これでね、これを機にどんどん成長していけたらいいんですけどね。で、芸人なんて毎月ライブやってますから、毎月新ネタを作るわけです。だから、また、もう日曜日ありましたが、そう、日曜日のことは一旦終わって忘れて、新しいネタを作ると。いや、これがきついんです。0から1を作るっていう作業がね、大変なんですけど、そうも言ってられず、明日も朝から朝練なので、朝練ありますので、それまでにちょっと今夜中撮ってるんですよ。今夜中撮ってますので、ちょっとまあ眠れないでしょうね、今日はね。眠らずに、ちょっと宿題もあるんで、本を読む宿題とね、絵を描く宿題があるので、それやって、ネタも考えてと。で、それで秋のりに合ったものを作っていくと。ありがたいですね。毎週こうやってね、友次さんに見てもらうっていう。で、それで、お客さんの反応も明らかに変わってるんで、友次さん本当にすごいなーって。本当にありがたいなと思っております。2024年、ただの秋のりも大きく変わると思いますので、今ちょっと変わる成長段階のもうやっと一歩踏めたかなっていうところがありますんでね、これからも応援よろしくお願いします。
はい。最近あった出来事で言いますと、国際ワークショップっていう、お仕事しまして、これ何の仕事かというと、まあ、FEC の僕、スタジオの運営もやってるんですね。まあ、ライブ配信だったり、動画制作の、スタジオの運営やってるんですけど、それのお仕事で、国際ワークショップっていうところの、まあ、なんていうのかな、講演会みたいなのを生配信するっていうお仕事をやったんですよ。これがね、すごくて、いろんなこの健康についていろいろ調べてるお医者さんだったり学者の方が集まって、それぞれの研究結果を発表するっていうのを2日間開催したんですよ。1日目は朝8時半スタートの、終わりが夕方6時半、間1時間昼休憩入りますが、その間本当に15人ぐらいのお医者さん学者の方が、ずっとひたすら終わったら次の人、終わったら次の人で、このパワーポイントを使いながら発表するというやったんです。これコンベンションの方でやったんですけど、これがねすごくて、まず何がすごいって、みんな英語、最初から最後まで英語で、朝8時半も早いですけどね、8時半ってなかなか8時半スタートのね、なんか講演会ってね、ないですもんね。だからもう準備も7時ぐらいから、まあ前日準備もありましたけど、それも終わって、朝早く入って、夕方まで。全部英語。ひたすら英語で、喋ってんです。先生方も聞く方ももう英語をずっと聞き取ってて、で、もうちょっと、ね、僕は英語はあんまりなので、まあドイツには行ったことありますけど、もうその時身振り手振りでなんとか乗り切ったようなもんで、そうですね、10時間英語を聞き続けるっていう、もう何のこっちゃわかんない、もう何言ってるかわからんから、ただただ英語で喋ってる人たちを10時間見てるっていう、配信チェックしながらね、ちゃんと配信ができてるかっていうのもあって、いやーなんか普段日常では味わえない経験でしたね。ずっとなんか喋ってて、たまにメタボリックって言った。今なんか肥満の話してるんだ。この国際ワークショップは健康、人間が健康でいるためにどうしたらいいかみたいな感じのの研究結果発表みたいな感じなので、メタボリックとか、あと、プロテインとか、プロテインとメタボリックだけは、聞き取れました。それ以外は10時間何も聞き取れなかったです。10時間の中で、聞き取れたのがメタボリックとプロテインっていうのがありまして、いやーすごかったですね。こういう世界もあるんだって。でこの講演会見てる時に、こういう子本当に誰もボケないですよ。もうみんな真面目に喋ってますよ、それもちろんですけど、この場で秋のりが出てったら何のネタやったらウケるかなとか考え始めたりね、もう10時間英語で何喋ってるかわからんから、いろんなこと考えるんですよ。今この先生たちもみんな、博識高い人たちが集まっている講演会で、ここで急にネタやってくださいって言われたら何やるかなっていうのを考えながらね、 あるあるかな、やっぱとりあえず共感を得ないと受けないからあるあるやるかな、でも英語かとかね、そういえば英語でネタやったことあるなとか思い出したりとか、一回伊江島のワイワイリゾートですか、ワイワイホテルのところで営業がありまして、もう5年前ぐらいかな、コロナ禍前ですけど、お正月の営業で伊江島に行って、伊江島に来る外国人向けの海外の皆さんに向けて、英語でネタをやるっていうのがあって、フリップで英語でちゃんと字幕もつけて、それであるあるネタをやるみたいな、ヤドカリやったりとかね、人が近づいてきた時のヤドカリって言って、ヤドカリの真似してコロンって転ぶみたいなやつやったりとか、懐かしいなーと思いながらね、その間ずっと英語で先生方喋ってるっていう、全然何言ってるか、あ、メタボリック、プロテインみたいな、なんだったかな、このもう英語すぎて、プログラムも配信に使いたいので、ちょっと理解したいのでプログラムもらっていいですかって言ったら、プログラムも全部英語、出演される方と登壇される方も全部紹介文は英語、全部英語で、これなかなか体験できないことでしたよ。今回が、インターナショナルワークショップオンダイタリーセラピーフォアカロニックキッドニーディジーズっていうワークショップでした。もう何やってるか分かんねえんすよ。なんとなくこういうことやってるんだろうなぐらいで、ずっとそれで1日目の10時間を終えて、2日目は5時間か、また8時半から始まってお昼過ぎまでですね、やりましたけど、で昼過ぎまで英語を聞き続けて、
2日間英語を聞き続けて、それで終わってそのままお笑い劇場ですよ。もう意味わかんなくて切り替え難しかったですね。もう遅れて到着して、皆さんも他の芸人はお笑い劇場の朝入りして準備してるんですけど、僕はこの配信があるからっていうので、ライブギリギリ始まる前ぐらいに到着して、もう頭の中英語だらけなんですよ。英語マンチャーで、イングリッシュマンチャーしててから、その中でももうどうにかして気持ち切り替えないといけないって言って到着して、もうずっともうネタ頭の中で反芻して、でそのこうやって今回のネタこうやってこの順番でやってとか、この時こういう感情でやろうとかいうのもやるんです。でやりながらもメタボリックプロテインが頭の中、違うプロテインじゃない、これじゃない、今日のネタこれじゃない、こうやってこうやって気持ち込めてプロテインメタボリック、違うっていうのを頭の中の切り替えが本当に難しかったですね。2日間英語を浴びてからの浴びてからのすぐ浴びされてから、英語アビアビーの、自分はネタアビアビーして、で切り替えしっかりしないといけないっていう、これ大変でしたね。一応こう検索したら出てくると思いますので、皆さん興味ある方はで YouTube にも飛べますのでこの英語全部英語ですけどね、英語わかる方は、インターナショナルワークショップオンダイタリーセルフィーフォアコロニックキドニーディズイーズ、ITNW 的な感じで、なんか略語でも検索できると思いますんで、これなかなかね説明が難しくてね、全部英語なので、いやー貴重な経験でしたね。こういうこともやってますよ。あの FEC、国際通りバサナエスタジオっていうスタジオを運営しておりまして、ライブ配信とか動画制作も請け負っておりますので、ただの秋のりの方までぜひ、はい、お問い合わせよろしくお願いします。ただの秋のりのハイバルバンバン、この番組はラジオ沖縄のシャゼでもあるローカルに徹せよに合わせて、ハイバル町、の、ローカルな、情報や話題などを発信していこうという番組となっております。このただの秋のりハイバル町の観光大使にも任命されておりますので、ハイバル町のことなら何でも聞いてください。よろしくお願いします。また、この番組では、X でのポストもお待ちしております。ツーキュイッターですね、ツーキュイッターでのつぶやきもお待ちしております。ハッシュタグつけてカタカナでバルバンと書いてつぶやいてください。ではでは、早速紹介していきたいと思います。ハッシュタグバルバン、川崎のしおんさん、ありがとうございます。あの秋のりさんの ROK の面接エピソードは驚いた。そうそう、あるんです。11年前ね、若かりし頃に、ROK のアナウンサーの試験を受けて、ズタボロになったという感じですかね。もう打ちのめされちゃって、自分がね若すぎてね、あの頃は若かったね本当にね。でそんな話したら、このポッドキャスト運営してるちなさんから、今も新入社員募集してるから受けたら、副業 OK だよ、受けたらって言って、いやまあ今はもう芸人としてねしっかりやってますんでね、やりたい、なんかいつかまた、いつかっていうか、まあラジオ会もやってますしね、自分の いる居場所みたいなのをしっかり探しながら自分なりにやってますんで、はい、もうありがたいですけどね、その言葉はね。はい、続いてまた、また川崎のしおんさん、やっぱり秋のりさんはお箸のその点に引っかかったかって。そうそう、娘のね、3歳の娘のうーちゃんの保育園で、先生がこの人にご飯を取り分けるときは自分のお箸の、裏側持ち手のところで渡すんだよ、掴んで渡すんだよっていう、持ち手のところが汚いんじゃないかっていう問題ですね。はい、まあこればっかりはね、だから本当一番いいのは新しいお箸を使って出すっていうね、居酒屋とかでも焼き鳥の串から外すときね、外すときはもう新しい、僕はもう必ず新しいお箸を取って串を外すっていうね。まああれ焼き鳥屋の人からしたら、一生懸命仕込みで刺したやつ外すなやみたいな思ってるらしいですけど、まあこうバーケーするときね、このシェアするときね、必要ですからね、そういうのね、みんな食べるときはね。川崎のしおんさん、型破りは型があるからできる。なるほど、名言だね。そうなんです、高校の時に僕が若くて履き違えてて、なんかふざけてやってれば型破りだみたいな、町会の時にね飛び出してって一発ギャグやってみたいな、そこそこ受けずみたいなあったんですけど、そうそう、国語の先生ね、海田先生いい先生だったな。なんかいろいろね紹介するよって言ってくれたんですよ。
あの松竹に知り合いがいるからって、まあ、あの当時なんで松竹歌劇団ですかね、お笑いポーポーの時の、まあ、玉木満さんなのかどなたかと、まあ、知り合いだったということで紹介できるよ、秋典そんなお笑い好きだったら紹介できるよって言われたんですよ。ただね、あの頃の秋典って本当に尖ってますんで、高校時代 と、22、23ぐらいまではあの絶頂に尖ってますので秋典は。だからあの松竹知り合えるから紹介するかって言われたら言われたんですけど、僕はもう尖ってるんで、ああ大丈夫っす、いいっす、あ僕面白いんで、俺面白いんで一人でできるんで大丈夫っす、いいっす、な松竹知らないっす、わかんないっす、わかんないんで、いいっす、いいっす、いいっす、一人でやります、はい、行くとしても吉本行きますみたいな感じだったんですよ。今考えたら殴りたいね、もう本当にこの高校時代、高校3年生の時に戻ってからもう死に、こう頭、もう何喋ってもかんって殴りたい。もっと人を敬えと、先生をちゃんとしっかり敬えと、目上の人、お前は面白くない、面白くない、今もずっとしばらくはお前は面白くないし、面白さを履き違えてるからなっていうのを伝えに行きたいですね。でそこから高校卒業して、オリジンコーポレーションに行き、そこで、まあ、尖ってますから続けられず、そして吉本沖縄ができまして、吉本沖縄エンターテインメントカレッジにも通って、でいろいろあって、まあ、そこから15年ですね、15年経った今 FEC でこうやってプロデューサーをやってるっていう、まあ、いろんな経緯がありますが、そんなちょっと、まあ、細かいのはまた今度お話ししましょうね。はい、いやー海田先生いい先生だったな本当にな。うん、はい、川崎のしおんさんありがとうございました。続いてともぶんさん、11年前36歳、年男だし14年連続沖縄マラソン完走しようと例年以上に練習早くしてたけど両足の裏炎症で断念、記録も途切れ、それから走ってない、両手腱鞘炎になったし散々な1年だったな。あー、ともぶんさん11年前は36歳、まだそれでも僕より、今の僕より年上ですね。14年連続沖縄マラソン完走しようと、まあいろいろ大変だったんですね。まあそういう年もありますよね。そっかそっか、マラソンは走れないですね、ただ走るってのはね。ともぶんさんってことは秋典が落ちて久高誠也と杉原愛ちゃんが採用された時かな。誠也はテレビでバリバリのアナウンサーだったし鼻から勝ち目なかったね。てかこんなネタ初めて喋った。そうですね、巻いたので喋りましたけど、マジであの時にたまたまメッセージテーマがちょっと いい感じでマッチしたんで喋りましたけど、初めて言いましたね、他の人にも、他の人にっていうかこう電波を通してですけど、うん、そっか、そうかもしんない。その時に秋典が落ちて、聖夜さん、久高聖夜さんと杉原愛さんが入ったかもしんないですね。本当にそのぐらいの時かもしんない。よかった、秋典落ちてよかった。今ねすごい素晴らしいですからね、聖夜さんもね、愛さんも、うん。ラスト、どもぶんさん、お箸くるっとして分ける問題、分ける人がすでに箸を使って食べていたならくるっとして正解じゃないの。これはマナーというかモラルだけど、確かに持ち手が汚いではあるかもだけど、ご飯食べる前に手は洗ってるわけだし、これは秋典独自で判断していいと思うよ、うん、これね子育てとか難しいですからね。僕的には本当に新しいお箸っていう感じですね。子育てって本当難しいですね。はい、皆様からのつぶやきまだまだお待ちしております。ハッシュタグつけてカタカナでバルバンと書いてつぶやいてください。ではでは、すいませんちょっと長くなりましたが、後半はいつものように同級生の陽平とおしゃべりしております。今回はフリースペースさくらさんのフリースペースのお話しております。それではお聞きください、どうぞ。ハイバルバンバン。はい、今回も陽平よろしくお願いします。お願いします。陽平はですね、僕の同級生でハイバル町宮城出身、はい、そしてハイバル町議会議員をやっていて、はい、塾講師もやってると、はい、あとあれ何でしたっけ、今日の現場は高床式だでしたっけ高床式倉庫、高床式だお、今日の現場高床式だあった、そういうの違いますよ、違います。何でしたっけ、キャリア教育コーディネーター、キャリア教育コーディネーター、はい、今日の現場は高床式だ行ってみたいね、その高床式、そうですね、現場、これがラストキャリア教育コーディネーターボケかもしれないという、ね、そうか、
もうちょっと次のコーディネーターが、はい、ヨヘ決まりますんでね、地域音楽コーディネーターがね、地域音楽コーディネーター次回からなるかもしれないっていう、はいはいはい、私が落ちてなければ、はい、まだキャリア教育も何個かストックはあるんですが、あるんだ、はい、もうあの音楽コーディネーターでも使えそうなんでそのうち混ぜてきそうじゃんいろいろ混ぜて、今日のはどっちみたいな音楽の方と思ったらキャリアに戻ったりとか、キャリア教育コーディネーター五感で判断するみたいな、はい、はい、まあ春分の日高級日ということで、はいはいはい、そんな今回は何を話しましょう。今回はですね、この前ね、産後者スコーレ見学行きましたっていう話を1ヶ月前ぐらい、はいはい、フリースクール、そう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 、うん、それぞれの話をしたんですけど、今回また別でちょっとまあ似たようなというかね、あのフリースペースさくらさんっていうところに見学に行ってきたんですよ。ほう、フリースペースさくら、フリースペースさくら、そう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 、まあ、前回行った産後スコーレは、産後者スコーレはあれだよね、馬天寺連の、そう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 、馬天寺同社学校の裏にある、はいはい、そしてツハコになるんだっけ、うんうんうん、ある場所、うん、まあ、子供たちがね、自由に自分たちでカリキュラムを作ったりとか、そうそうそう、何を学ぶか決めたりとかね、決めてやるっていう場所だよね。そうそうそう、あっちはそのまた学校今のこのなんとかな、町立の北岡小学校とか、うん、早原中学校とは違う形の学校としてまた別でカリキュラムがいろいろ本当に練り上げられててね、うんうん、文化的なことがしっかりこう地域の文化のことが取り組まれてたり、そう、ね、山の中で子どもたちが学んだり、毎週金曜日がんまり、がんまりがんまりがあって、山がんまりがあったりっていう話だったんだけど、まあ、今回のところはね、うん、そのなんていうかな、がっつり教育として学ぶっていうよりもそのもうちょっと前段階で、うん、子どもたちの居場所、うん、っていうところでこのフリースペースっていうのを展開してる人たちのところに行ってきたわけですね。フリースペース、はい、さくら、そう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 、これはどこでやってる、南城市、南城市のいろんな公民館でやってるんだよね。ああ、なるほど、なんか固定の場所があるわけじゃなくて、うんうんうん、いろんな、そうそう、公民館、児童館などの公共施設っていう形でね、まあ、その時々で月の最初に大体このスケジュールでやりますよっていうのが SNS で出てきて、うんうんうん、あ、今回はここのコミュニティセンターかとか、うん、今回は公民館かっていう風になってたので、ね、週3回ぐらい開かれてると、うん、でも誰でも来ていいですよと、うんうん、で無料ですよ、うん、っていう感じで展開しているわけですね。見に行ってきました。子供たちが来て、まあ、保護者も一緒に、そうそうそう、来て、まあ、何するの、まあ、思い思いの時間を過ごすに多分なると思うんだけどね。あ、まあ、まあ、まずは家、お家から出て、そうそうそう、いろいろ誰か一緒に遊んだりとか、そこに通う方々が、まあ、いろんな子たち、いろんな親子がいるんだけど、うん、学校にもなかなかもうちょっと行くのがしんどいっていう状態の子もいれば、うんうん、学校とはまた別でね、自分たちでお家で学ぶんだっていうのを積極的に選択した方とかね、うん、学校に行ってる行ってないに関わらずそこで自分たちのこう心地よい時間を過ごせるようにっていう場所としてやってるらしいんですよ。へー、これは昔からあるのか。いや、本当にもう最近だよ。最近から2023年5ぐらいかな、本当にこの1年だと思うよ。へー、やっぱこういうの大事だよね、こういう場所がね、うんうんうん、特にね、この学校にじゃあ行かないとかってなった場合に、うん、日中じゃあ子どもたちの居場所どこにあるのって話になるわけじゃん、うんうんうん、みんなもうすでに地域の中では学校に通ってることを前提に作られてたりするからさ、うんうんうん、まあ、昼間ちょっと時間のある高齢の方とかの居場所みたいなの多分いっぱいあるかもしれないんだけど、うん、じゃあ子どもたちがそこで一人で行ったら、あれ、あの子学校行ってないのみたいなっていうふうに、まあ、これまでだったらそういう形になっちゃってたわけじゃんね、はいはいはい、だけど今はいろんな選択肢があるよねっていうふうになってきているんだけど、うん、じゃあ具体的にどこがあるのっていうのがまだ整備されてないというかね、まあ、十分じゃないっていう感じかな、うん、はあ、すごいね、それをなんかこうやって、うん、集まれる場所、そう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 、スペース、フリースペース、そうそう、そうですね、フリースペースって言い方もね、うん、またちょっといいよね、まあ、スクールとはちょっと別でね、うん、こう不登校とかになった子もさ、本当にもう最初なんか心のエネルギーがもうない状態、うんうんうん、もう何もこうやってみたいっていう風になかなか思い切れないとか、うんうんうん、っていうのがあったりするらしいんだけど、こうまずは学校を休んで、お家でしっかり休んでるうちにちょっとずつこうエネルギーが湧いてきて、でその中からじゃあ自分もこういうことやってみたいなっていう風になり始めていったりするらしいんだけど、うん、いきなりその段階でじゃあ学校行くっていう風にならないから、うんうんうん、その前段階で自分がこう行ってもここだったら行ってもいいなって思えるような安心な場所に、うんうんうん、あの親と一緒に行くとかっていうのをまずはやっていくらしいわけね、このなんていうか回復というかね、その流れの中でね、その時に
まずは安心でいられる場所っていうのが身近なところにあることって大事だよねっていうのもあるし、あとは親同士もさ、なかなかこう、まあしんどくなるわけじゃん。まあそうだね、ちょっといろいろ悩んじゃうとこもある、うんうん、こともあるよね。でその親同士もまた一緒に話せるから、うん、うちの子もそうだったんですよって話ができたりとか、うん、こういうことが今不安でとか、あ、いいね、進路について相談したいとか、うんうんうん、っていうのを親同士の意見交換もしながら親の息抜きにもなるし、うんうん、子供たちの息抜きにもなるし、そういう場所を地域の中で展開しているっていう形なのかな。はあ、そうっていうところに行ってきた。行ってきました。行ってき、はい、また勝手に行って黙って産後者スコーレの時もそうだったけど行ってよっ、ね、こういうなんか何か行く時は、はいはい、面白そう。でなんかじゃ今ちょうどフリースペースさくらで検索したら、うんうん、なんかいろんなボランティアの方も募集してるんだね。うん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 、私が行った時も学生さんがボランティアで来てたかな、確か、一緒に活動してくださる単発のボランティアの方、うんうん、寄付され、してもらえる方、まあ、本やおもちゃなども助かります、うん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 、あと SNS などで活動をシェアしてくれる方など、うんうんうん、こうやって募集してるんだね。そうですね、やっぱりこう無料で受け入れてるっていうことは、じゃあどうやってこう、うん、事業というかさ、うん、継続的な形にするのかってやっぱりなかなか悩ましいわけよね、うんうんうん、私たちの団体もこの子どもプログラミング無料でやるよって話をこの前したけどさ、うん、はいはい、じゃあその無料でやってる人たちの給与というか ね、 うね、生活の糧どうするのって話と活動費、ね、あとは場所代とかさ、うん、公民館だってそりゃ夏になったらクーラーもかけるわけだ しそれにかかる電気料金どうするのっていう話はどうしてもついて回るから、うん、そういう意味でも資金的なサポートとかね、うん、やっぱりこういう活動は必要としているわけですよ。そうか、そうだよな、そういうのは出していきたいよね、うんうんうん、親から取るってなったら行きにくくなるさね、うんうん、逆に子供もお金かかるんだったらちょっと遠慮しようかなって思ったりするかもしれないしね、うん、こういう時に、まあ、県のいろんなこの運動でやってるんだね、うんうん、こういうのがやっぱあるわけだ、補助事業とかね、あ、 女性金助成金とかね、和下島づくり運動の助成金で、うんうん、それもね、この十分にまだあるわけじゃないからさ、そういうのも使いつつ、うん、寄付も集めつつ、一緒に協力して運営してくれるボランティアも探しつつ、うんうんうん、でそれを地域の理解も得ながらやっていくっていうのがやっぱり大事だから、そうね、それが一番重要だね、うんうんうん、公民館とか地域によるだろうね、こういうのもね、うんうん、なかなか理解がなかったらさ、うん、なんであのわらばたちは学校行かんでとかって言われたらするとちょっと違うさ、ね、そう違うね、そこはそこでちゃんと話をしながら、うん、これこういう今事情があるとか、そうじゃない選択肢を取ってるんだとか、学びの仕方って結構多様になってるんだよねっていうのを地域の人も理解してね、でちょっとずつ進めていっているっていう話でしたね。行ってみたい、こっち、うんうんうん、もうぜひぜひ、次いつ行くの、次いつ行くかまだ決まってないけどでもそのインスタでさ、スケジュール出てるわけだから、そのタイミングで、うん、お手伝いしに行くなり遊びに行くなりっていうのは全然、遊びに行くっていうよりもこうサポートしに行ったりとかね、うん、まあ、子供と一緒に行くっていうのも多分全然受け入れてくださるだろうし、これまあちょっと本当最近1年ぐらいできてそんぐらいなんで、ちょっとこれ今後ねいろいろサポートが増えていくとどんどんね、このなんか中身もしっかり充実して良くなるかもしれないね、そうだね、大きくどんどん大きく、この前の2023年12月とかだったら累計で150名ぐらいの方が利用されていたんだって、うん、おお、ハイバラの方もいらっしゃるみたいで、ああじゃあ一応そうなんだねいるんだねやっぱりね、その結局この周辺でそこしかないわけよね、まだ、うんうんうん、まあ、他にもちょっとあるとは思うんだけど、まだポツポツで始めみたいな感じだから、ハイバラの中にもまだないからそこを利用しているっていう方もいらっしゃるし、うんうんうん、で今度はじゃあそれをハイバルでもできないかなっていう相談もまたもらったわけ。あ、確かにそうだね、今だから南城市の中の、うんうん、まあ、公民館、あのブログでスケジュール見たら、うん、1ヶ月は、あ、週に3回、3回とか週に3回だけど、場所もなんか3カ所ぐらいしかまだない、うんうんうん、南城市でも3カ所しかないから、うんうん、ハイバルでねまた1カ所増えれば ね、それでまたそこでやるんだったらハイバルの人たちでもねお手伝いしてね、うん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 、一緒にこうサポートしたり情報発信手伝ったりとかね、うんうんうん、でそのハイバルの人の利用も3分の1ぐらいハイバルの人が利用してるらしいから、うんうん、やっぱりそういう場をね欲してる方々はいるんだよね、確かにね、いいですね、引き続き、はい、ちょっとまた、はい、次行くとき、はい、声かけてね、はい、これに限らずね、はい、これフリースペースに限らず、はい、ちょっと他のこういう、はい、こういうの
結局行ったらね、ラジオでしょ、ここでポッドキャストで喋ることになるから、その時なんで誘わんの、そうそうそう、なんで誘ってないってなるからね、はい、お互い行ってたら喋れたのでほんとね、そうそうだね、はい、反省してますじゃあ、また次回、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。